と SB についてお話します。で、SF というと普通、まあこういうサイエンスフィクションで、例えば人類は月にいつか行きたいなと思いつつこれを実現しました。それと同じように、まあ、人類の歴史の中でこういうその科学技術の発達というものはまずサイエンスフィクションがあって、でそのフィクションを実現させる。で先ほど の杉本先生 の技術もそうだと思います。まあ、農業革命から産業革命からインターネット革命があって、ついにはもう皆さんの手のひらに世界中が入る。世界中の情報がスマホの中に入るし、世界中の人とテレビ会議で話ができるというような、まあ、サイエンスフィクションが果たす。そこで今日皆さんに提案したいのはもう一つの SF、 何でしょう。ソーシャルフィクション。例えば、まあ、今までいろいろ皆さんの中でこう社会的な問題、先ほどのあのいろんな課題があると、で世界の中にはいろんな課題がある。例えば貧困の問題があるから貧困のない世界を考える、あるいは戦争のない世界、あるいは環境問題のない町、あるいは自殺者が誰もいない村、毎年3万人が死んでる国です、ここは、あるいは老人たちの孤独死のない国、こういうフィクション、ソーシャルフィクションを考えません。月に行けた人間です。貧困のない地球を作るぐらい簡単なんです、その気になれば。ただそれがなぜできなかった、やっぱりそういうことを考えるとそれはきれいことやと、そんなことできるわけない。ビジネスの世界、弱肉強食の世界、ライオンが必ず勝つ、著職してそう何回も言われました。じゃあビジネスの世界はサバンナだ、いつも思ってました。きれいことだということでやれない、でそれはある意味諦めじゃないかなと思います。きれいこと、きれいことをどうやって実行していくか、それが一つ今我々に課せられている課題だと思います。でそれをどうやってやるか、そのサイエンス、ソーシャルフィクションをどうやって実行していくか、そういう夢や理想をきれいごとだと言って諦めずにやる、そのやり方が今日お話しする SB です。でこれはまあ僕がここで SB というのも一つしかありません。ソーシャルビジネスです。ただソーシャルビジネスといっても、まあ、日本型のソーシャルビジネスというか、日本でソーシャルビジネスというと皆さんこれをイメージされると思います。 NPO、NGO、チャリティ、ドネーション、あるいは CSR で、残念ながら今日お話しするソーシャルビジネスはこれらを一切含みません。この人が提唱されているソーシャルビジネスです。ムハマド・ユニス、1940年生まれ、今年で73歳、経済学者であり経営者で、例えば昨年の世界の12人の経営者に選ばれました、ビル・ゲイツと一緒に、あるいはビジョナリスト、あるいはイベンジャリストで、ユニスさんが考えているソーシャルビジネス、まあ、その前に皆さんがよく知っているグラミン銀行、バングラデシュというちっちゃいちっちゃい国、北海道のちょっと大きいところに日本より大きい人口が住んでいる、でしかもそのほとんどが1日2ドル以下という極貧困で、ここの中で彼はソーシャルフィクションを考えました。隣の村で考えました。その村の女性たちが自立するために、自立しているという村というソーシャルフィクションを考えました。でそれを彼はグラミン銀行、あるいは少額無担保融資という形で実現しました。でその結果、ユニス先生はノーベル平和賞を2006年に受賞されました。一つのソーシャルフィクションを実現することによってノーベル賞という、たまにはノーベル賞もまともなことをやるべきと思います。で、ユニス先生がこのフィクション、ソーシャルフィクションを、まあ、マイクロファイナンスということで最初始められたんですけども、最近ではソーシャルビジネスということを言われています。
ですからグラミー銀行でやってた少額無担保融資というマイクロファイナンスはその一種類に過ぎないと思います。ちなみに昨年ユヌ先生はこれ太宰府ですけども、太宰府の絵馬にソーシャルフィクション、彼のソーシャルフィクションを書かれました。知りたい方は探しに行ってください。で、そういうユヌス先生と幸いのことにこの、足掛け5年、まあ、1月、今年の1月のダボス会議をはじめもういろんなところにユヌスさんと一緒に行ってます。で、例えばもう最近ではユヌスさんの講演の時に次にユヌスさんが何を喋るかも大体分かるようになってきました。で、時々通訳をやらされたりするんですけども、その時についについ口走って先を話してしまうという成長が見られますけど、残念ながらそれをまた上を行ってユヌスさんがその部分は省いて次を話されるんです。だからお互いそういうなんだから以心伝心が最近生まれてきました。で、そういうユヌスさんですけども、実は福岡にいろいろ行かれます。まず彼が19歳の時にボーイスカウトで福岡に来ています。それから2001年ノーベル平和賞の5年前に福岡市アジア賞大賞を受賞されています。そしてもう一つ、福岡市は世界で2番目のソーシャルビジネスシティに2年前の7月になっています。それほど福岡とユヌス先生は近い関係であります。で、そういうユヌスさんが提唱されているソーシャルビジネス、どういうものなのか、これをちょっと残りの時間で話します。現在のビジネス、何やかんや言っても市場経済主義、要は何かというと、とにかくお金を儲ける、利益の最大化が目的です。会社のそれができて初めて CSR 企業理由、あるいはチャリティードネーションになります。まあ、ある意味知的欲求の追求です。で、ソーシャルビジネスを考える際に大事なのはこういう考え方、皆さん一人一人の中に私の部分と無視の部分があります。さっきのビジネスで知的欲求を追求する、少しでもお金を作る、稼ぐ、あるいは少しでもいい地位に就くという欲求、これは自然な欲求、とても自然な欲求です。でも我々にはもう一つ自然な欲求があります。困っている人のために何かやりたい、社会のために何かやりたいという無視の欲求があります。みんな一人一人、その無視の欲求、無視の気持ちの上ででもビジネス、それがソーシャル、ユヌスさんのソーシャルビジネスです。皆さんの今の心の中に聞いてみてください。で、まあ、具体的に言うと、一つがそのビジネスの目的は社会の何らかの問題を解決することを目的にします。何らかの問題、さっきのグラミー銀行の場合はバングラデシュという貧しい国の貧困の問題を解決するというソーシャルビジネスです。要するに社会問題があるところには必ずソーシャルビジネスができます。そのソーシャルビジネスのための、シードというかネタはどこにでもあります。この福岡に、日本に、それがこのソーシャルビジネスの目的です。で、もう一つはそれに対しての出資者、出資者はその出資から出資額以上の利益は得ない、出資額はそのビジネスがうまくいけば取り戻すことができます。で、それを出資者には、出資額しか還元させないというのがこの2番目の原則です。で、もう一つがそれを自立して持続してやる、寄付金にも補助金にも頼らず自立して持続してやる。で、このソーシャルビジネス、要するにソーシャルフィクションを実現させるための具体的なやり方としてのソーシャルビジネスです。テーマを実現するための方策がソーシャルビジネス。で、この今のユンさんのソーシャルビジネスのアイデアは世界で注目されています。ダボス会議でも世界の、トップクラスの VIP からユンさんはミーティングをもう分刻みでこなされています。ところが、このユヌスさんのソーシャルビジネスを昔からやってた民族がいるんです。あ、そうか、これはちょっと、はい、近江商人、日本人です。日本人は昔からこういう考え、
もっと簡単に言うと、この二宮尊徳の言葉、道徳なき経済は犯罪である、経済なき道徳は寝言である。これがイヌスさんのソーシャルメディアです。これがまさにソーシャルメディアです。ですから僕はイヌスさんにいつも冗談っぽく言います。ごめんなさい、日本人が先でした。どうもありがとうございます。